堀田さん、はい、幕何々っていうと、あ、何をまず思い浮かべます？やっぱりマクドナルド。マクドナルド。他に思い浮かびます？まあ、日本だとマクドナルドですかね。マクドナルドとか、あとこれあのマッカーサーがそうですよね。あ、そうだわ。アーサーなんですよね。あ、これ英語詞の話題にもなってくるんで。そうだ。はい。ちょっとね、そっちの話持ってっちゃいそうな感じですけど。はい。お手柄にします。今日はちょっと本の紹介で。はい。実はこのチャンネルにもあの出ていただいた五所真美さんの。はい。五所真美さんも執筆されている。はい。法と言語の改訂版が、はい、ついこの前出まして、これいつだかな。2月でしたかね。2月ね。はい。2月に。出たばっかり、はい、私もご賞さんからいただきます。そうですか、はい、橋内武さんと堀田修吾さんが編者になってまして、これは何人ぐらいの方書かれてるかな、結構多いですよね。たくさんの方書かれていて、はい、そのうちの一人が、ご賞真美さん、はい、で、この法言語学っていうのね、うん、このご賞真美さんあの出ていただいた時にこの法言語学っていう世界があるんだっていう、ね、そうですね、話があって、うん、で普通名称とか普通名詞とかっていうところで、うん、堀田さんともだいぶ盛り上がりましたね、その辺の話でね。そうですね、あ、その時にマックも出ましたっけ、うん、マックも出ました、はい、あ、出たかもしれないですね。出たかもしれないですね。五所真美さんの章はですね、まあ商標の話、まあ彼女はあの、うん、商標言語学っていうですね、新たな部門を立ち上げようと しているんで、はい、その商標っていう、例えばマクドナルドね、はい、マクドナルドとかで、そういうような、まあ、商品名のマクの部分が、うん、それは独立してんのかどうかっていう、 それを法的にどう見なされるかっていう、だから我々一般的にマク何々っていうとちょっと日本語だとあんまりイメージそれほど膨らまないかもしれないんですけども、これ彼女が挙げている事件の一つとしてマックスリープイン事件っていうのが、これはですねマック何々って、これ MC ですね、はい、ちょっと MacBook とかの MAC とはちょっと違う話になってるらしいです。ちょっと違うんですかね。ちょっと違う話になってるんですけど、はい、でこのマック何々っていう時にマックスリープ、マックスリープインっていう、そういうホテルチェーン、あのクオリティインっていう、はい、そのホテルチェーンがあってですねマックスリープインというホテル名が使われてて、はい、でこれが、マクドナルドのマクは連想されるとして使用の差し止めを求めたらしいんです。あ、要するに使うなよっていう、うんうん、これマク何々っていうのはうちのまあ看板じゃないかっていう、はい、マクなんとかマックチキンとか、うん、これあのマックラングエージっていう言葉を、使ってるらしい、はいはい、マックチキンとかマックナゲッツとか、うんうん、まあマックプラス商品で、これ食品で商品名を、たくさん作っているマクドナルドコーポレーションが、はい、まあこの使用の差し止めを求めたっていうことなんですね。うちの、はい、まあ、特許だぞと、そうです、そうです、そういうから他の人が使うなと、うん、勝手にっていうことですね、はいはい、そういうことですね、うん、でこれは、まあ、あの言語学者が結構あの、法廷に出てきてっていうのがアメリカではよくあって、はい、まあ、日本でもありますけど、うん、例えばあのかつてだったらよくあったのはあのなんか脅迫電話って、まあ、かつてよくあった事件があった時に、はい、この人はどこどこ出身だみたいな、あ、はい、方言学者がね、金田一春彦さんね、はい、春彦さんかな、がよくあの出てらして、それでなんかこの前ちょっとそのあの お弟子さんのお一人と話してたら、はい、なんか忙しいと、あ、先生また事件ですかみたいななるらしいんですよ、はい、あの近代先生の場合、まあ、そういうふうにやっぱり そういう法廷とか警察とかそういうところに、まあ、駆り出されるっていうことも、うん、まあ、日本でもありますけど、あ、我々出番ないですね、なかなかね呼んでもらえませんけど、井上さんの方がありそうですね、社会系っていうことで、まあ、法廷はないでしょ、でも、でこの、まあ、これね詳しく読んでいただくとすごく面白いと思うので、これ例えばこの商標が似ているか似ていないかっていうことの、あの意味は何かっていうと、結局これはもう一般的な言葉なんだと、うん、あんたがそのなんかユニークだって自分たち の、まあ、あのブランドだって言ってるけど、いやもうそれほどじゃないですよみたいなね、普通名詞化していくと。そうです ね普通名詞化する言葉結構有名なのをいくつかご存知だと思いますけど、普通名詞化商品商品でね、
あの例えば何ですか、まあ、ホッチキスとか、ホッチキスとか、ね、日本だと、あれは本来は商標っていうか、うんうん、はい、そうですよね。セロテープとかもそうですか、セロテープね、セロハンテープ、まあ、英語だったらゼロックスとか、ゼロックスとか、そうですね、クリネックスとかね、はい、ああいうのもそうですけども、うん、まあ、そういうなんか一般名詞になったから、それだからもう普通の言葉だっていうふうに言っていいんじゃないかっていう、なるほど、ことなんですよね。で、意外にね、普通名詞になってるのはこの御所さんの話で出てくるんですけど、セイロガンとかね。ああ、セイロガンは、セイロガンはね、普通名詞化してるらしいんですよ。そうですか、はい、ちょっと、うん、えって感じじゃないですか。これはね、ぜひこれ読んでいただければ。あ、なんでこれ正老眼、あ、まあ、ちょっと正老眼の話はそんな詳しくお話しされてるわけじゃないんですけど、うん、そういうような、まあ、例えば実際の法廷で、まあ、アメリカが多いんですけど、あの実際の法廷でこのこれが普通名詞なのか、うん、あるいは、まあ、特許っていうか、まあ、商標として認められるような、この会社独自のものなのかっていう判断を、うん、まあ、言語学的にその分析したり、その言語学者の意見を取り入れて、まあ、判断、法的な判断がされたりっていうようなね、まあ、そういう話が出てきて、うん、でやっぱりこれ、まあ、この前もそうですけれども、社会言語学っていうと、どうしてもやっぱり言語学の知見が、もしくは社会言語学の知見がどういうふうに他に応用できるかっていうのは、まあ、一つの関心なので、うん、まあ、何でも役に立てばいいっていうもんじゃないと思うんですけど、うん、まあ、それ一つの、なんていうんですか、生きる道の一つ、そうですね、応用言語学ですね、まさに。っていうね、はい、っていうことなんですよ、うん、でこれね、なんかちょっとテキストブック的になってて、ちょっと面白いんですけど、課題が各章にあって、あ、いいですね、はい、で御所さんの課題は何かっていうと、これはもうぜひ、はい、お読みいただけるといいと思うんですけど、げんこつとげんこつメンチは似てないと判断されてるらしいんですよ。そうですか。ところが、はい、げんこつコロッケとは類似と判断されたらしいんですよ。これ何でしょう、げんこつコロッケ、はい、まあやっぱり、うん、あのイメージは、はい、まあ形が ごっついとか、うん、あるいはそれぐらいこう食べるとたまるとか、うん、こう威力迫力があるっていうようなこうでしょボリューム、はい、からメンチだとなんでだろう、分かんないですよね、メンチはもうちょっと平べったい。これはね、要するにどれぐらい関連商品他にあって、あ、そういうものとの関係でどうも判断されるっていう、うん、ですからなんか単純に言葉だけを取り出してこれが似てるとか似てないかっていうだけの世界ではどうもないっていう、この法律の世界っていうのは、現実の他の関連商品とか、ね、まあ、マックの例もそうですけど、そういうあの話で、まあなんかね、こういうことに関心ある方とか、ね、なかなか世の中のね、商品名って結構面白い、面白いですよね、ネタ的にね、名付けとしても面白いと思うんですけど、そうですね、うん、だから線引き難しいでしょうね、うん、難しいと思いますね、言語学者であっても、はいはい、なんでこれが類似ってみなされてなんでこれが非類似なのかって、結構やっぱり言語学から見ると、まあ、御所さんから見ても不思議な感じにするものも、うん、あると思うんですよね。あ、でこれ時代とともにも変わるじゃないですか、10年経てばという、はいはいはい、そうだと思います、うん、それでね、まあ、いろんな専門、まあ、法言語学と看板に出してらっしゃる方もいらっしゃれば、まあ、いわゆる法律家も、いらっしゃる、この筆者の中にもいろんな方いらっしゃるんですけど、あのだいぶ言語学寄りだなっていう話はですね、はい、もう一方ちょっとご紹介、あんまりちょっとネタバレにならないようにご紹介したいと思うんですけど、これはですね、あの首藤幸子さんっていう、あの早稲田の先生なんですけど、うん、この方はですね、どっちかというと言葉の解釈が曖昧だったりするときに、あの法的な判断がやっぱり難しかったケースを挙げてらっしゃるんですね、うん、でこれちょっと、うん、これぐらい、これ、まあ、有名な話ではあるので、あのご紹介してもいいと思うんですけど、1952年、はい、イギリスで起きたベントリーという事件があって、うん、ベントリー事件っていうのが、これで、まあ、そのどう解釈するかっていうのが結構、まあ、問題になったんですね。でこれちょっとこの部分ちょっと ご紹介させていただきますけど、はい、このベントレーっていう当時19歳が、当時16歳の友人のクリス・クレイグっていう人と強盗したんですけど、はい、で実際この簡単に言ってしまうと、クレイグがおまわりさんを撃っちゃって、それで、殺しちゃうんですね。でその時に実際にこの16歳だったので、死刑を免れたんですよ。ああ、はい、
ところがこのベントリーの方は死刑判決を受けるんです、うん、でそれはなぜかというとですね、まあこのベントレーさんのいろんな、まあ、軽度の知的障害があったんじゃないかとか、なんかそういうような背景はちょっと置いといてもですね、キーになるのは、言語学的に面白いのは、この警察官を見たときに、Let him have it, Chris っていうふうに言ったらしいんですね。Let him have it っていうと、まあ、彼にそれをハブさせろっていうことですよね。うんはい、で、これどう解釈したかっていうのが、二通り取れると。で、一つは、これはもう let me have it っていう、やっつけてやれっていう、つまりもう撃てっていう、うんうん、そういうふうな指示をベントレーが18歳のベントレーがした、19歳かしたんだっていう解釈と、はい、それから let him have it のもう銃を渡しちゃいなっていう、銃をもうお巡りさんに渡しちゃえっていう、もう降参しろっていう解釈が、まあすごい単純な言葉ですよね。 let him have itうん、怖いぐらい簡単ですね。怖いぐらい簡単なんですけど、はい、でももう正反対の解釈 で、うん、でそれ法廷で、まあ、多分、ちょっと詳しくはこれ、まあ、読んでいただきたいと思うんですけども、もう やれ、打ってやれっていう風な指示を与えたということで死刑判決でした、うん、これがですね、死刑にされてしまったんですが、死後45年経過した1998年に、うん、まあ、ここがまたいろんな解釈がその後続いたんだと思うんですけど、まあ、赦免されたという、はあ、っていうような冤罪として認められた、冤罪ということにどうもなったみたいで、この辺の、まあ、例えば法廷でですね、うん、どういうようなことが起こっているかっていう、法廷の解釈はね、うん、かなり言語学的な知見っていうのは、出てきますね、実際にアメリカの法廷なんかではよく使われていて、うん、前に私の回でしたが、セミコロンで、はい、どこまでかかるかっていうことで、ね、それこそ人の命がかかったり、かかった、ありましたね、お酒飲めるか飲めないかかかってるっていうようなご紹介本しましたけれども、はいはい、 そう、まあ、それも方言語枠ですね。そういうことですね。そういうことになりますよね。はい、私この本やはりこの何て言うんですか、はい、扉っていうか、ま、はい、この帯の部分ですね、はい、これが法は言葉で書かれ裁判は言葉で争われる、うん、つまり法と言葉って当たり前だよねと気づかさせ、うん、されてしまったというところですよね。法律もね、条文もね、法律っていうのは条文も法律も、うん、関係ないわけがない、ね、はい、あとですね、司法通訳っていう、あ、はい、これもやっぱり言語的な問題があって、ちょっと詳しくお話ししませんけども、中村幸子さんと水野真紀子さんが書かれている章があるんですけど、この司法通訳っていうのも、これは私も今までいろんな研究されている方からお話を聞いたことがあるんですけど、まあ、外国の方が、まあ、犯罪を犯すと法廷に立たされると、でその時司法通訳っていうのは入るんですけど、なかなかやっぱ難しいみたいで、まあ、これちょっといろんな国のケースを挙げてらっしゃいますけど、まあ、ここで載っているものというよりも一般的な話として、まあ、どうもなんか、まあ、違約しちゃダメらしいんですよ、法廷で、うん、法廷通訳者って、解釈が入ってしまう、はい、でもこれ私、まあ、日本語と英語の対照みたいな話、たまにしてますけど、直訳が本当の正しい訳とは限らないじゃないですか、うん、むしろ直訳が誤訳だったりすることがあるので、はい、そういうようなことも含めて法廷の通訳っていうのも結構この社会言語学、言語学的なネタとしてもね、うん、非常に重い問題でもありますね。やっぱり翻訳論とか通訳論という話題で、はい、まあ、究極命が関わるわけですからね、法律の場合。本当にもうなんかね、私なんかのんきにこれ映画をこれ公約されてのんきにやってますけどそんなどこじゃないんで、そうですね、そういうようなことに関わってくるような話としても、やはりこの法と言語っていうのは一般的にね、もっと認知度が高まって、あ、こういうことが問題になるんだっていう、である意味穂田さんのお話もいつもそうですけども、例えばこの前のね、大グロシアの話はバイリンガルとどう違うかっていう、それはあなたなんかその言語学が区別しているだけで、まあどうでもいいじゃないって思われる方もいらっしゃるかもしれないけども、でもそうやって言語学によって
我々のなんか日常っていうか、うん、世の中っていうか、まあ、あの解像度が上がって世の中を見ることができる、そういう手段としてもあの言語学って結構意味があると思うんですよね。思いますよ ね、まあ、あまりにありふれたというか、うん、あの我々にとって当たり前になっているツールなんですけれども、うん、その足元を見ると、うん、やはりかなりこう不思議な世界が広がっているし、はいはい、許せない世界も広がっていると、うん、で面白いなっていう世界も広がっているっていうところですよ ね。面白いっていうのもね大事ですよね。大事だと思いますね、まあはい、我々これ面白さを伝える、まあ、基本ここだと思うんですけど、なんかちょっと話しておりますけど、私あのいろんなあのちょっとあるあの学内のプロジェクトで、はい、あの医学部の先生とか、あの理工学部の先生とか、そういう方とまあ対談して、それでちょっとまあ一部動画に上がってるんですけど、うん、まだ上げられてないのもあるんですけど、はい、で結局なんかあの理工とか医学部とかっていうと、まあ、世の中に役に立ってるんでしょうか、多分実際立ってると思うんですけど、その研究者たちって結局なんでやってるのって言ったら面白いからやってるっていう、そうですね、うん、はい、そういうところもすごく感じて、でそういうともうなんかあのいわゆる自然系となんか人文系って別にその辺はなんか一緒だなと思って、うん、研究者としては、ね、そうですね、うん、研究者としては好きだからやってる以外の何もでもないと思うんですよ ね。結果的にそれが社会の役に立ったり、はい、一見すると立たなかったりっていう違いはどっかに出てきたとしても、まあやってる我々は本当にね、好きでやってるっていう、だからね、多分ね多分これ方言語学やってらっしゃる方も役に立つという面は意識されてると思うんですけど、多分面白いからやってるんだと思うんですよ。ああそうでしょう ね、はい、そこがやっぱりなんか一番大事なとこじゃないかなっていう、はい、いい話になりましたね、これは我々の職業を売る、はい、そう、はい、と思います、はい。